グルタミン酸はアミノ酸の一つで、2、アミノペンタン2酸のこと。2、アミノグルタル酸とも呼ばれる。グルーあるいは E の略語で表される。小麦グルテンの加水分解物から初めて発見されたことからこの名がついた。英語に順次、グルタメートと呼ぶこともある。酸性極性側酸アミノ酸に分類される。タンパク質構成アミノ酸の一つで、ヒヒスアミノ酸。 動物の体内では神経伝達物質としても機能しており、グルタミン酸受容体を介して神経伝達が行われる興奮性の神経伝達物質である。グルタミン酸が多くつながると納豆の粘性物質であるポリグルタミン酸になる。致死量は LD50 イコール2 0グラムであり、体重5 0ラムの人なら1 0 0 0イコール1キログラムである。 クエン酸回路の一因であるに、オキソグルタル酸が、グルタミン酸トランスフェラーゼの作用により他の、アミノ酸からアミノ元転移を受けることで合成される。あるいは、グルタミン酸でヒドロゲナーゼによる、グルタミン酸のに、オキソグルタル酸とアンモニアへの分解反応の、逆反応により合成される。昆布、チーズ、緑茶などに大量に含まれるほか、シイタケ、トマト、魚介類などにも、 比較的多く含まれていることが知られている。主に食品添加物である L グルタミン酸ナトリウムの中間原料として製造、利用される。グルタミン酸そのものは酸味を持つため、そのナトリウム塩であるグルタミン酸ナトリウムが調味料として利用されている。L グルタミン酸ナトリウムを主成分とする調味料として日本では味の素などがよく知られている。 昆布等からのグルタミン酸の抽出には水に含まれる。ミネラルが悪影響を及ぼすので軟水の使用が望ましい。現在ではグルタミン酸は工業的に生産されている。2005年には世界で約170万トン、年率で3から4%の増産が見込まれていた。用途によっていくつかの製法が並存するが、アミノ酸発酵によるものが最も生産量が多い。 グルテン、大豆タンパクなどの植物性タンパク質に塩酸を加えて、高温の下で加水分解すると、グルタミン酸の塩酸塩が得られる。かつては、小麦粉グルテンを使っての製造が行われていたが、現在は用いられない。天才から天才等を作る過程で出る、配当蜜には約3%程度の有利グルタミン酸が含まれるので、 ステファン法によって抽出すれば利用可能であり、1930年代には工業化されたがコストが高いことと廃棄物が多く出ることから現在は用いられない。アクリロニトリルを原料にカルボキシル化、シアノアミン化、加水分解によってグルタミン酸のラセみたいが得られる。3つの反応工程が必要で需要の多い L グルタミン酸だけを生産できず、 これをさらに分離する工程が必要になる。また、異物混入事故による健康被害、発がん物質、製造過程で発生する公害など、科学合成物を食品添加物として利用することへの不安を払拭できず需要拡大には至らなかった。生合成にも使われているグルタミン酸デヒドロゲナーゼやアミノトランスフェラーゼ、グルタミン酸合成酵素などの酵素と補い酵素の 作用によって、それぞれ異なる原料から製造する方法もある。最近、酵母などの微生物のアミノ酸代謝を人為的な変換により過剰に酸性させ、体外に排出蓄積させる技術をアミノ酸発酵という。1955年、共和発酵の木下時明、宇高重さんらが、グルタミン酸生産菌を発見し、発酵法による工業的な生産技術を 翌1956年に世界に先駆けて軌道に乗せた。原料の糖蜜素糖、糖液の調達コストの兼ね合いから生産のほとんどは海外で行われている。クルタミン酸は神経系では興奮性神経伝達物質の一つであり、記憶、学習などの濃厚時機能に重要な役割を果たしている。他方、クルタミン酸は神経系では 内因性興奮毒としての性質を持ち、細胞死、パーキンソン病、抑うつなどの神経症に関わっている。大脳皮質で、グルタミン酸は、脳拒血などの病的状態においては、神経毒として採用し、神経細胞のエ死を起こすことが知られている。最近、トリプトファン大酸産物であるキヌレム酸が、脊髄においてナムダ型グルタミン酸受容体に採用し、 グルタミン酸に拮抗することが報告されており、脳内でグルタミン酸の興奮毒性の抑制に重要な機能的役割を担っていることが想定される。なお、グルタミン酸は血液の関門を透過しないので循環系から脳に供給されることはないが、グルタミンは通過する。ありがとうございます。